こんにちは。今日はねちょっと、スマホのお話でもしようかなと思います。というのもちょっと面白い記事が上がっているので、これ引用しつつ喋りたいと思います。ジャパンビジネスプレスですね、 JB プレス、こちらに載っていたニュースなんですけど、米国の市場調査会社 IDC がこのほど公表したスマートフォン市場に関する調査レポート、非常に面白かったんで、それを喋りたいと思います。今年ね2017年の1から3月期における世界出荷台数速報値ね、これが3億4740万台となり、1年前から 4.3% 増加ということで、まあ、若干ねスマホ市場もまだ売れ続けて、減収ではなく増加しているというものですね。で消費者需要はまだあると。で、IDC はこの伸び率を 3.6 と予想していたらしいですね。だけど、それ以上伸びたということで、ただこれはね、面白いのが、基幹モデル、いわゆる高いやつね、メインとなるモデルは、当然 iPhone と Galaxy の2機種ですよ。これが、まあ、売れてると。特に Galaxy の方が、まあ、先行して8出してんじゃんで、8がすごい、予約数入ってドバッといったと。トップがだからこの1から3月期のメーカートップ、当然サムスンなんですよ。で7920万台ってものすごい数で、アップルが一応その次で5000万台っていうことね。だ8000万台対5000万台、ものすごい売れてますよね。ということで、まあそれはいいんです、それは置いといて、その先が面白くて、3位4位5位が面白いんですよ。1位はサムスン、2位はアップルね。で、3位、4位、5位が面白くて、3位は、まあ多分ね、よく最近スマホ見てる人は知ってると思う。ファーウェイです。当然だよね。ファーウェイ勢いあるよね。ファーウェイめっちゃ勢いあると思うよ。本当に。で、次が、OPPO っていうらしいですね。OPPO ってやつ。ね、これ OPPO って読むらしいんですね。OPPO モバイルってあれでしょ？あれです。で、3つ目が VIVO。これ VIVO じゃなくて VIVO って読むらしい。あ、カタカナで書いてある。VIVO だと思ってた。VIVO モバイル。これは伸びてる。で、台数で言うと、まあ、サムスンが7292、まあ8000じゃん。で、アップルが5160、まあ5000じゃん。で、ファーウェイが3420、もうアップルに迫ってるぐらいすごいほど、まあ、アップル新機種出てないからあれなんだけど、まあ、ファーウェイがものすごい来てる。で、OPPO に関しても2560、2560万台。で、VIVO は、1810万台ということで、ものすごい売れてるよね。その3社。で、これを比率として考えると、1年前の出荷台数と比べると、サムスンとアップルは横ばいなんですよ。ほぼ横ばいの出荷率なの。それに対し、ファーウェイの伸び率 21.7%、で、OPPO 29.8%、VIVO 23.6% という、驚異的な伸び率を示している。で、OPPO に関しては 30% 近い、だから 20-30% 伸びちゃってるっていう、すごい伸び率ですよね。ただその別に Apple とサムスンが下がったわけではなく、 Apple とサムスンは横ばいで一応売れているということで、これはすごく面白い状態になりましたね。で、この市場、この3社が狙っている市場っていうのは、いわゆる基幹モデルと言われる iPhone とGalaxy に戦いを挑んでいるものではなく、まあ、iPhone、Galaxy っていうのは高くていいものね。で、この3社がやってることって、そこそこ値段を抑えていいもの。別に悪いものじゃないですよ。それでもいいものなのね。いいものを売ってるの。高くていいものは当たり前。で、安くていいもの。で、ちょっとあれで、安くて悪いものじゃないんだよ。だから、これすごいこと。で、30歳未満の若年層をターゲットにしているのが VIVO とかね、だったりするということで、これね、一応この JP プレスが言ってんのか IDC が言ってんのか分かんないけど、 IDC が言ってんのか、ミドルハイクラスという呼び名をつけて呼んでますね。ミドルハイクラスの伸びが市場の成長を支えてる。だってApple とサムスン横ばいなの。まあ下がってないだけマシだけど、横ばいだからね。でもじゃあスマホ業界伸びてるのはこの3社というか、ミドルハイクラスと呼ばれるものがでかい。その下にもありますけどね、6位7位8位ってあると思うんだけど、すごいよね。
一応ね、米フォーチュンのアナリストによると、スマートフォン市場は期待されているほど成長していないみたいなことを言ってるので、それはアップル、サムスンの基幹モデルではなく低価格モデルが売れてるから、まあ市場的に、その市場って株だったりするから、そこどうなのって話だったりっていうことだと思うんだよね。だからこれってさ、一個面白いのが今後どうなるかっていうのは、まあ当然サムスン、ギャラクシー8、これものすごい予約入ってるから当然売れてますと。で、アップルも10周年モデルを出す。で、これが iPhone7 なわけで、次でいくと 7S なんだけど、10周年だから、10周年モデルないし、もうこれ8になっちゃうんじゃないかと。マイナーアップデートではなく、メジャーアップデートされるんじゃないかっていう噂がすごく強いですよね。まあ、やっぱり、ギャラクシーの売りがすごいっていうのと、下からの押し上げがすごい。この、ミドルハイクラスっていうのがものすごく来てるから、アップルがもうちょっとグッグッと言ってほしいところ。まあ私アップルハードと iOS と Android 両方使ってるんですけど、Android に関しては低価格モデル使ってるのね。いわゆる、ミドルハイクラスよりももっとローエンドのやつ、3万4万とかっていう、4万までいかない、3万とかっていう安いものを、Android を使って2台持ち 2個の OS を使ってるわけなんですけど、基幹モデルとしては私は iOS を使ってで、まあ先にギャラクシーは売れちゃってるから iPhone は危ないみたいなことも今言われてたりする。アメリカ市場でね、大丈夫かっていう、次こんだけギャラクシー勢いあると、だからこその10周年だとかっていう風に言って、マイナーチェンジではなくメジャーチェンジしなければいけないぐらいの危機感なんのかなということを感じます。ただね、一個思うことが、これってさ、iPhone の 5C がやっぱ先読みしてたんだよね、この市場を。iPhone5 の次か。5S と 5C と2タイプ出したんだよね。で、5C は今まで通り基幹モデル。ハイエンド高級モデルね。で、5C はちょっと値段を抑えて、当時で言うと 5S には指紋認証。タッチ ID がついていたんだけれども、5C にはタッチ ID がなかったのね。そういう価格を抑えたちょっと安めの iPhone っていうのを出したわけ。それまでは iPhone じゃあ Apple の考えとしては、基幹モデル高いハイエンドを買う人は iPhone 買ってくださいと。で、安いのが欲しい人、ローエンドの人は iPod Touch 買ってくださいっていう立ち回りを取ったのね。だからアメリカ市場では割とお金がない人はタッチ買えみたいなっていう言われ方もしてたのね。だけど、タッチ今電話できないわけじゃん。SIM 入んないわけよ。だから、そこをなんとかっていうことで 5C を出したわけね。だけど 5C こけちゃったよね。残念ながら。あれは多分ね、高かったんだと思うよ。ちょっと値段が。今だったらあの値段でいいんだけど、当時のやつはちょっともう安く、もっと安くしないとやっぱきつかったのかなっていうイメージはあるよね。だからあれがもし成功していたら、間違いなくまだアップルの独走は続いてた。この市場を見る限りね。だよね。だって 5C、要はちょっと、ミドルハイクラスっていうものが 5C だったからか、さ、それが678って続いてれば、867って続いてさ、出してる。で、成功していればよかったんだけど、で、5C 結局うまくいかずに、そこ、6でなくなったじゃん。の結果、第4世代か、フォースジェネレーションなのかな、私も買いましたけど、iPod Touch をまた出した。もうタッチ出ないって言われてたからね。タッチずっと出なかったからもう出ないって言われてたのね。それは当然アップルとしてはタッチの代わりに 5C っていう位置づけにしたかったんだけれども、ここがこけちゃったからしょうがなくタッチ出したみたいなニュアンスなんだけれども、結局そのタッチもいかずに、このなんだミドルハイクラスっていうんだっけ、ミドルハイクラスっていうのは、ファーウェイとかに持ってかれちゃったわけよ。そこがちょっとうまくいかなかったんだなって感じ。私はその iPhone と iPad を毎年、iPhone は
3GS あたりから全部買ってんのかな、多分多分ね、ちょっとその覚え。でも iPad は多分全部買って、これは覚えてるんですよ、これは初期型から全部買ってるんですよっていうぐらい iOS を結構好んで普段は使ってるのね。 Android 別に嫌いじゃないんだけれども、当時のね iPhone3GS とか4とか、これが出た当初、 iPad 初期型が出た当初の Android 弱かった、不安定だしもっさりしてるし弱かったので、今それなくなったから、あの別にそっちに行ってもいいんじゃないってことなんだけど、もう Mac も使ってるし iTunes で音楽も買うし、なかなか移動しづらいみたいなの あるんだよぶっちゃけね、その強い意志力というかメンタルがあれば Android 行っちゃってもいいかなっていうぐらい私今思ってるんで、それ結構前から言ってんじゃん。だけどなかなか言いづらい、行きづらい、もうそこにどっぷり OS としてハマっちゃってて、普段の生活で OS それ使ってるからね、ギャラクシー買ってもいいんだけどね。このニュースはね非常に面白いなと思いました。現代のスマホ市場を引っ張ってんのはアップルとサムスンじゃねえぞと。ファーウェイとオーポと、ビーボ、まあ特に言うとファーウェイ、これこのままの勢いがでいくと当然ながらファーウェイがアップル抜くからね。まあただジャンルがちょっと違うからね、ハイエンド高級モデルにファーウェイが参入するのかっていうところがあって、そうなるとアップルとサムスンとガチンコするわけで、ファーウェイはどうかっていうところだけど、スマホ市場はまあ頭打ち感はあるよね。それはハイエンドマシン、機関モデル、アップルとサムスン、これは頭打ち感すごいあって、大して変わんないじゃんって、全機種と 3D タッチ結局使ってないじゃんとか、や防水はまあ使ってけどさ、カメラがねプラスだとデュアルになったりとかって、あんまりそうインパクトがない。昔のリティーナディスプレイとか指紋認証とかっていうインパクトはね、あとはもうものすごいスペックが上がったりっていう、上がってんだけども、例えば CPU が286になった時はものすごい、すっごい古い話しちゃって申し訳ない、 PC98 の時代に30年前に286になった衝撃ってものすごかったわけですよ。 VM から DX、 PC98VM から PC98DX に行った時の衝撃って半端なかったわけ。でも DX から FX、 286から386行った時32ビットになったんだけれども、みたいな、そういうイメージ。ごめんね、ほんとさ、例えがさ、年寄りで申し訳ないんだけど、若い子見てくださってたね。まあそういうイメージだよね。スマホ市場はまだまだ見ていてやっぱ面白いね。アップルの言うようにパソコンは専門職以外いらなくなって、これとこれを持ってればいいっていう世帯がやってきているかもしれないし、もうとにかくあとは生活になくてはならないでしょ。私最近ね、物覚えが悪くなった気はする、友人にも言われました。ちょっと前のめぐみさんからすると IQ 半分ぐらいになったみたいなことを笑い話ねで言ってくる時もあって、要は早い話が昔だとパッと答えが出てたのが、今ちょっと待ってっつって一回調べるんだよ。つまり何が起きてるかっていうと、覚えなくていいことは覚えない風になった。昔だと全部覚えなきゃいけなかったんだけど、今は手のひらにこれが持ち歩ける以上覚える必要ないんだよ。こっから引き出せるから、その引き出せるかどうかが勝負、知ってるか知ってないかが勝負であって、それを記憶として完璧に覚えてパッと出るかっていうのはまた別じゃん。知ってれば検索できるから、だから要するにもうこれはなくてはならない装備になったわけですよ、スマートフォンっていうのはね。そのぐらい大事でいくと、アップル、サムスンの機関モデルがちょっと行きづらい人にとって必要不可欠であるスマートフォンは絶対必要なわけだから、当然ファーウェイ伸びるよねみたいなことで、面白いスマホ市場はまだまだ面白いですね。で特に今年ね iPhone がどう出るのか、まあ私はそのこれね iOS ユーザーなんで、メインがね iOS なんで、そこはすごい楽しみにしてるわけ。 iPhone の10周年出るのかなとか、iPad Pro のなんかすごいの出るのかなとかね、
言ってもギャラクシー8すげえときめいたけどねすっげえときめいたけどね、あれ。まあ楽しみだね、いろいろな意味でアップルもこのままじゃまずいし、もうサムスンだって言うてもこの伸び率1年で横ばいのアップルとサムスンから比べるとファーウェイとかってバーってきてるからね。まあ面白いです、非常にスマホ市場は面白いという、そんなちょっと思ったことを喋ってみました。長々とね、私はスマホに対するなんかぐちゃぐちゃ喋ったみたいな感じで見てくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。